色がかった時の定番です、お手おかわり。ワーマンクラブではあまりこれをやってないんですが、今日はこんなところでご披露したいと思います。それじゃあ8人側の人が対面して、はい、お手、はい、おかわり、もう一度お手、はい、おかわり、はい、あと出ます。お客さん側に顔を向けるように、待てをかけて対面しましょう。反対、反対、寺島さん反対、そう、お客さん側へ顔を向けるように、そう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 、はい、はい、お手、はい、おかわり、もう一度お手、はい、おかわり、あとで回します。はい、ありがとうございました。はい、次は足元での8の字、足元での8です。今度は、じゃあ823側の方の下から8、3回くらい回してください。はい、座るで、はい、吐けて、今度は繊細柱側の人、はい、と足元八の字です。はい、座れ、はい、吐けて、今度は吠えろです。すごいね。いいですか。それじゃあ、やはり八人さんの側から、そう、はい、どうぞ。対面して、長山さんの方から、やはり八二三側の方から、ほら見てごらん、ワンワン見てごらん、はい、スピン、順序ちょっと違いましたが、抱っこをやります。2列で抱っこになって、抱っこ、いいです、やはり8、2、3の側の人から、じゃあいいですか。はい、対面して、はい、抱っこ、ラッコだよ、はい、はい、はい、
です。内山さんの南から、あ、カゴを持って運びます。ルールを使いだったら、はい、どうぞ。今度は竹内さんかな、あ、吉尾さんね、吉尾さんで、財布を持ってきます。ほらお母さんのところに財布を持ってきます。帰りはペットボトルをお父さんに。はい、今度はあの竹内さんのシェルで信号を、お母さんから信号を受けて、お父さんに信号を持ってきます。そうだ、はい、ありがとう。あ、今度は長山さんから、長山さんで花束を持ちますか。はい、じゃあ、うん、安住、カゴを持ってきます。ほら、ほら、はい、もう一度、はい、はい、そうですね、じゃあこんな、長山さんのところで花冠を持っています。お父さんに花冠を持っています。はい、どうも。大船やるのかな、お母さんとこ持ってくるのかな。はい、ありがとう。歩きながらの足元エイトです。はい、お願いします。6回ほど足元のエイトをやります。足元の、エイトをやってます。足元をまたくぐりと言ってますが、八の字ですのでエイトというのをやってます。
ありがとうございました。次は反的障害、反的飛びです。小さい犬種から低い反的、中くらいの反的。